ここがですね、今日は7月の、9日なんですけども、新町川を守る会の、まあ、メインの業務はゴミ掃除なんですけども、まあ、ポイントとしてはここの、そこ両国橋なんですよ、そこのところのこの、ひょうたん島クルーズの場所ですね、に来てます。ちょっと講演してもらおうかなとも思ったんですが、まあ、ちょっとそれも煩わしいので、ちょっとインタビューをしようかなと思って、まあ、10月末なんかこういうサンセットクルーズとかもやってるみたいです。まあ、ちょっとよかったら来ていただいてやっていただくといいかなと思うんですが、これが阿波踊りの、なんか阿波踊りの時にやる舞台ができたみたいです。こんな感じで、なってます。暑い。なんかあと足踏みの漕ぐ船がなんかできてたら来たらしいんですけど、それがまた、他にあります。で、なんか今あそこではなんかサップの人が洗い出たりして、ピアノも弾いてます。はい、こんな形でもうちょっとしたら戻ってくるらしいんで、戻ってきたら代表の中村さんのインタビューでもしようかなと思うんですが、まあこんな感じで降りてきて、なんか無役航路は今やってるんですかね、松子船があって、あっちはあんな感じでサップをやってます。で、はい、こんな感じですね。来ていただいて戻ってくる、こんにちは。こう来ますと、まあ、このような形で、遊覧船の乗り場に来ます。あ、これ手動きボート、あれですね、20分500円なんですね。そう。で、あと遊覧船が、400円と200円となっております。今3時12分なので、あ、第7便が出たんですかね、さっき出たところですという感じになってます。あれ、これひょうたん島水上タクシーは今やってるんですか。やってます。まあちょっとネットなどで調べていただいたらと思います。あとこの吉野川フェスティバルが、7月の28日、29、30と開催されまして、これ事業でも聞きましたけど、ちょっとボランティア募集中なので、もしご興味ある方は、来ていただいたらと思います。はい、そんな感じですかね。兄さん、なんか今は何かアピールしたいものありますか。今もタクシーが今日はずっと一席ぶっ続けで、十郎部屋敷、あ、十郎部屋敷行ってるのか。マリンピアと、はあはあ、十郎部屋敷行くのは吉野川渡って行くからいいですね。ここ10時に出たらちょうど午前中の初演が始まるから。あー、なるほどなるほど。屋敷まで歩いて5分以内で、え、あれどこに着くんですか。十郎部屋敷のすぐ南側の桟橋です。へー、あ、そうなんですか。ただ潮が低い時は行けません。あ、あっち側の入っていくのか。はい、なるほど。吉野川出られるのです。そうかそうか。まあ、ナイトクルーズが面白いんじゃないですか。あ、上ちょっと看板見てきました。はいはい。ナイトクルーズは何時から。5時からやってます。まあちょっと涼しい方がいいですよね。ということで、そのうちちょっと長村さん戻ってきそうなので、戻ってきたらちょっとそれを撮ろうかなと思います。前行くとなったんで、ストリートピアノもすごい。あ、こっち側に映ったんですよ。はい、後ろにストーリート。ノートちょっと写真で撮って、ノートで感想書いてあるんです。あ、本当に。じゃあちょっと演奏が終わったら行こうと思います。はい、こんな感じで、船の乗る人の、あ、担当がちゃんと、いやー、茜戻ってくるんですね。はい、まあじゃあ入れてしっかり止めます。いやあ、それは大変だな。
きました、文理大学の船ですね。知りますね。港産業の船です。ご無沙汰してます。ちょっとインタビューに来ました。町を守る会の中村理事長です。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いい感じでついてきました。え、これ今どこ行ってたんですか。港に行って、県庁に行って人を出してた。県庁へ。大変でした。県庁から一周を。はあ。どうか今一周。あ、それで県庁に下ろしてきてるのか。グランビリオで刑事の方を言われちゃった。あ、じゃあそういう会ね。そういう会の連中は全部特別、特別運搬的な感じです。ですね。じゃあちょっと一旦止めて戻ってきたら話をつけましょう。お疲れ様でした。お疲れたわ。ちょっと毎年事業で新町川を守る会の紹介を僕が担当してまして、僕が話すのもなんだからちょっとインタビューに来ました。まあ、例年昔喋ってもらったやつとか兄さんからもらったパワーポイントがあるんで、まあ、ベースはそれでやるんですけども。また行くんですか先生。いやだけどまあちょっとあんまりお手を騒がすのもあれなので、まあ今オンラインなのでちょっと今シーズンはどんな感じになったかっていうのをちょっと5分ぐらいでお話しいただけたらと思いまして。あ、5分っていうかこの今撮ってるので、まあ今あれですよね、こんな形で乗船者名簿を作っております。81よ。なるほど。81。うん。どうですか今最近はクルーズは。あ、クルーズか。はい。まあやっとモンテキオっていうところかな。去年今までだったちょっとまだ悪かったけどね。去年って前よりはまあまだ増えてきた。大体コロナ前までに今年は戻ると思うんで。ああ、そうですか。なるほどなるほど。じゃあまあなんとなく活動も、まあ、今年は、まあ、去年からですけども吉野川フェスティバルも、まあ、やっぱり吉野川なんとなく戻してきました、ね。うん、あんなの引き消したらいかんから、はい、やっぱり軽くやっぱやらないかんしね、うん。まあ今もう今度はやっぱり上流の方の岡村もどないかしようと思うよ、うん。あ、じゃあまたそういう復活の、岡村、はい、岡村にね、はい、あそこの三メロダムか、うん、そのところに、まあ、うん、私のコースは今度行ってこの14と15に行くんだけど。あ、7月の、うん、はいはいはい。その時にまあ、みんな、まあ、村づくり考えてこいって言ったら、うんうん、400人だったかも、今300、400人村長が起こし5年、まあ、笑わんように言ったら、今も380ぐらいになる。うん、で、まあ、これは日本で離島を除いて一番小さい村やから、うんうん、まあ、ここは元気にせなんでいかんと思って、で今度はあそこで屋形船をしようかと思って、うん、でまあ、面白いもん、容器あるんですよ。米軍の飛行機が、サメ浦ダム落ちてるやつね。ああ、はいはいはい、こんなんもあるし、ね、それから役場が沈んだところです。役場もあれもう沈むの分かっとる家建てたんですよ、うんうん、それから建てましたからね、うん、はいはい、それからダムが水入って沈んだでしょ、うん、まあ、それはこの屋形村で行くとここらに役場の、うんうん、岡村があると言えるしね、うんうんうん、ちょっと電話じゃないですか、大丈夫、ちょっと今お電話が出てしまいました。はい、はい、もし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 、大丈夫ですか。ちょっと基本的に中村会長の携帯で全てを対応しているので今対応しております。はい、いやはい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 、はい、どうもどうも、何件、はい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 、もうどうぞお越しくださいよ、はいはいはい、どうぞ、ほなもう
あ、どうも、夜の7時半まで出てますから、どうぞ。最初は夜7時半なんかゆっくりで行きますわ。はい、慌てんで来てください。もしもし、はい、問い合わせの電話です。はいはいはい、次々に変わってきます。もうちょっと3時40分済んだ、次は5時です。5時からまた40分ごとずっと出ますから、夜7時40分まで、はい、40分ごと、はい。いやいや、もうほら、センターって別にあのロケット飛ばすわけじゃないんだからな、あの少々遅れたってなんてあって出ます。はいはい、来てください。はいはい、あ、はいはい、もうほら、はいほら、はいはい、ロケット飛ばすわけないけど心配なしで行けます。はい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 、はい、待ってますから。はい、真面目に時間をね気にするんで予約ができないとか、いろいろ。すごい一つ私の思いはね、先生、あのな、大岡村に大岡村、はい、鳥居さんを建てること、これ流域の安全を祈願するというような形で、この鳥居さんは赤い鳥居さんはやの、なんてね、今度、サメのダムが満水になったら消えるような。あー、そんな湖の中建てれるんですか。え、湖の中建てれるの。ほら、ほら建てるの、水資源局も今度行くんですよ。で、今度水資源局も、なんか今度私らが行くと、誰が行かんって言うと、お前らが作ってやな。始めたのにね。こんな貧相なあれにな、全国で一番貧しいようなものにしてやな、行かないかんちゅうてな。なるほど。言うたらやな、ゼロであったんが先生、66に行くんだ。さすが、脅しをかけたらすごいことになりましたね。ほら、お前らが自分でこしらえたな。まあまあ。こしらえたら俺らやな。最後まで。責任を持たないかんじゃないかって、まあ、ヤンバダムと比べてみてたんよ、10分の1や20分の1の予算でやな、一緒ってやな、ヤンバダムのお前のものすごく稼げそうな、こんなことするんがあるかって言ったんよ。これからダムをするんだけどな、ダムを作ったところが繁栄しとる基本はせない感じ、まあ、せやん、したもの責任ではちゅうから、これから。なるほど、だそれがじゃあ7月の。これが14、15か、なるほど。8月5日にこのあのダムの結婚式があるんですよ、うん、あそこに横に穴開けるんです。あ、そうなの。8月5日サメ裏に、サメ裏ダム、その下の方から水が取れるようにするんだな。うんうんうん、俺がこの時は水資源機構の理事長の前の河川の方のトップやった事件な、足立ちゃん、まあ、そんな私もこの辺に結婚式参加するんですよ、うんうん、さすが懐かしいです。僕もだいぶ前には行きました、ね、もう結婚式私行きますって言ったら招待状が来たんで行くんです。さすがですね、やっぱり。いや、まあ、いろいろこれはここはまあ、うん、吉野が行くも先生しよるしな、うん、もういろいろものすごいやっぱり、うん、でもいろいろこんなにして今日はな、踊りってあの島田の美子さんが踊りするんですよ。いや、舞台で。へえ。はい、もしもし、あの7時40分です。はいはいはい、朝でないんで、朝までせえへんので夜の7時40分で、はいはいはい、いや夜の7時40分でよ、夜でよ、あ、夜、はい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 、どうぞ、はいはい。僕はね、今日昨日したんや、あの、何かの日は水辺に乾杯って、あ、はいはいはい、昨日は、うん、長岡、あ、じゃあこの毎日ほんで今日はまたあのやっぱり長岡や島田の美容子さんが踊るし、雨だからなんだろうね、うんうん、7時からですか。なるほど、なかなかのものなんで、これまあ演奏するの5、6人で、うん、じゃあ三味線で、三味線で、なかなか三味線って私も今この頃って言うたらどんたかばっかりやな、うんうん、三味線の音っていうのがな、昔からあるのにやな、何か新しいものに聞こえるぐらい、まあ確かに太鼓が多くなりましたからね、阿波踊りもね、うんうん、音がしよったりよ。なるほど。まあ川で、まあ、このもまあ水も、うん、まあなんていうの、いつもだったら、うん、8月にしよったんだけど、うん、それからも阿波踊りを見て、一年できるだけ長い間楽しもうと思って、うん、で7月にもこしらえたんですよ、うんうん、でこれずっともっともっと、なんちゅうんですか、いろんな人がここで、うん、踊ってもらおうと思って、うんうん、県外から来た人でも、これでパッとブラッと見よっただけでも楽しいで、うんうん、のビールでも飲みながら、飲みたりやな、それから
鐘でも鳴らさせてあげたら、おらまだいらっしゃいませ。あら、どうしたんですか、また。今日はあの、テキサス。あら、先生までどうしたんですか。先生が戻ってきたから、ちょっと街中は、すいませんでした。こんにちは。あ、次40分や。ほら、今でもすぐに行くわだ。ちょっと待ってください。ボスです。なるほど。うん、じゃあ、まあ、どんどんやっていったんですよ。吉野川のサンセットもよく行くんですよ。あ、サンセットクルーズ、あそこに看板ありましたね。はい、船着き場作ろうと思ってな。え、どこら辺に？ここ出たすぐのところも、私が河川国道事務所にいたら、もうほんでできるんよ。鴨島にいたら。はい。もう話は昔からの、ガモルとるけんな。ほんでまあ、できたらやな、この、これができたら、まあ、手間が乗っていけんだけど、四国大学のこれ作ったらと思う。そうね、まあ学校ね、入れるといいですよね。松前さんみたいな、この今度は四国政府局の局長と一緒に会うことがあるね、この式の会があるやけん、ここで発表するやりやったけどな。松前さんが言うたら、あとはもう私がもう、私とできるないが立ちたできるんですよ。なるほど、まあ、僕もずっと徳島大学の工学部のところには欲しいと思ってたんですけどね。残念ながら四国大学の方が先にできそうですね。あそこにもこちらよ、ね、ほんであの県庁前にも船着き場を、うちのこれここ海藻船なんかね、これちょっと込み入ってますね。あれが手漕ぎボートか。これみんな、ほんならこれみんな向こうで持って、ここらのゴミ船を向こうで3隻ほど持っていくのに今借りとんですよ。ここにはこの今の桟橋、まあ、予算が7月の終わりには決まらんだけど、まあ、1900万ついたら、ここはこんな貸しボートと木なつきをまた改装してこれ、あ、じゃあこだいぶ綺麗に、これをね、まな板で綺麗に直そうと思うんだけど、まあ確かにここをね、もう1台が大船と化しましたからね、これがね、市役所の900万はついとんだけどな、はい、あと、イースト徳島の申請したんが、へぇ、これに1000万だ、申請しとんですよ。今月の終わりに決まってたけど、あ、そうですか、じゃあ、そしたら、ここら辺も整備されて、全部できるんですよ。じゃあ、綺麗になりますね、だいぶ。ここ、川を生かして、先生、もっともっとまだまだ発展できると思うとんだな、確かに。で水辺に看板もよく来たんですよ、先生。あ、よかったですね、7月7日、7月7日、え、どっちにしたあれは青色にしてたんですか、白色にしたんですか。藍色に、え、あのなんか宇都さんたちが来てた時、林先生とかが、あれの時ですか。いや、それは昨日か、昨日、一昨日の7月9日、あ、何かに、あ、そうか、そうか、なるほど、じゃあこのコーラの練習みんな、どの部長を見てきと大変です。河川国土事務所、はい、指示はこれなんだけどな、あこれだけど、ニキさんが来たわ。あ、ニキさんなんかまた選挙の活動を始めて角で立って喋ってますね。知事として、知事としてはわいわいな、東京出張でおらんけどな、ニキさんを東京から出張して水辺のあれに来ましたと私は紹介した。まあそれはまあしょうがない、アピールしないといけないです。はい、大事です。じゃあ行きますかね。はい。ああ、大変だ。ガソリンがないっぽいっすね。もう燃えてるんかいな。じゃあ、行ってらっしゃい。ということで、中村さんは船を乗っていくので、これにて終了です。行ってらっしゃい。まあ、動画もあるんですけど、昔の動画を流します。はい。